姉がなぜ病気のこと隠してたか分かってますよね。あなたの写真が好きだった、戦場の中にさえ小さな安らぎを見つけるあなたが好きだった。だからいつか以前のあなたに戦場カメラマン西崎雄二に戻ってくれることをずっと待ってた。ホットスクランブル大スクープかもしれないんですよ。危ないものにはもう近づかないことにしてんだよ。こいつが何を積んでたかだ。万が一起爆すれば東日本一帯に100万単位の死者が出る。そんな可能性などあって食べるか。逃げろ。それはもう無理だ。行ってくれ。我々は再び敵に取り囲まれたようです。これ持って逃げろ。何バカなこと言ってんですか。米国言わず行け。政治家の最大の責務はどんな手段を講じても戦争を防ぐことです。パパ。いえ、恵子姉ちゃんと仲良くするんだぞ。うん。恵子、もう許してくれないか。この国がどうなろうとそんなこと知ったことじゃない。だが父親として息子の命から守らせてくれ。戻ってきてください。湯が待ってます。暖かな